どうもこんにちは。昨日久しぶりに外出して、絶賛全身筋肉痛に襲われているウープ主のミーです。てってってって、ストレッチしてあげようか。じゃあやめてー。なんだよめっちゃ走れんじゃねえか。あ、どうもこんにちは。栽培しているキノコに話しかけてるマリサだぜ。危ない人に見えるだって。まあ、それはしょうがねえよな。それじゃあ今日も張り切って実況していくぜ。最後までお付き合いよろしくな。はぁ、はぁ、最初はこちらのコースです。はぁ、あ、戻ってきた。マリオくん、僕と野球対決だ。おいこらこっちがまだ承諾していないのに投げるな。じゃあオーケーってことでやらせてもらうね。あのモグラめ勝手に。残念、アウト。あの矢印のところを狙って打ってパックンを倒していく感じか。うわ、変化球。ストレートだけじゃないから気をつけてね。おう、マリオさんさすが。まあね、今までいろいろなスポーツやってきたから。僕だってこう見えてサッカー、テニス、バスケ、やろうとしてたよ。やろうとしてただけかい。でもこうして野球はできてるじゃない。残念ながらこれは全自動バッティングマシーンだ。お前バッティングマシーンの上に乗ってるだけか。しかもボールが自分に当たらないように壁まで作ってるよ。おいモグラ、僕は暇じゃないんだ。クッパを落として刺して踏みつけるしかないんだよ。そんなことしなくていいので存分にバッティング楽しんでください。いやいや、仕事だし。俺様倒すことが仕事なのか。まあ仕事の息抜きとして付き合ってよ。うん、いいけど、これってあと28秒以内に6回入らないといけないわけでしょ。もちろんそうだよ。うぷぬしい。はははははい、すんませんタイミングよく操作します。実際に運動ができないのはわかるわよ。でもせめてゲーム内くらいはできるようになりなさいよ。よし、超集中モードで打ち返してやる。超集中モード。ごめん、超集中モードになるにはかなりの時間がかかるんだった。なんでもいいからしっかりやれー。はっはっは、これは僕の勝ちだね。いや、君は最初フライングしたからこの勝負の勝敗はお預けだよ。それならもう一度勝負だ。こうしてマリオとウプ主は、お互いの息を合わせてモグラの剛速球を空振りしつつ、着実にパックンを一体、また一体と倒していった。それを隣で見守るマリサの口は、常に半開きだった。そんなことまでナレーションしなくていいわ。さっきよりかはだいぶコツをつかんだみたいだな。気づけばあと3体だよ。時間もそろそろヤバくなってきているぜ。おお、ラスト1体。ぐう、なかなかやるな。だけどもう時間がないよ。ウプ主、落ち着くんだ。ふう、よし、これで決めてやる。やったー、ついに制覇したぞー。いやー、残り8秒か。すごいギリギリだったね。お次は世にも不思議なコースです。土管に入ると爆破するんでしょうね。しねえだろ。この土管に入ればいいんだよね。あー、何が起こるのかわかんねえけどな。いらっしゃいませ、ありがとうございました。親切なブラックパックンね。あいつ時間差でやりやがったな。ブラックパックンさんマジ勘弁してください。確かにブラックパックンはすごいけど、なんでそれを作ったクッパはすごくないのかな。俺様だってすごいだろうか。燃えるマリオミキサー。ミキサーってマリオがひたすら回るのかな。スピンで何かが起こるんじゃない。回るぞー、回りまくるぞー。これやってねえ、回んねえのか。大丈夫よマリサ、もう回ってないもの。回転が速すぎて止まってるように見えるだけだ。この超高速スピンになぜかパックンも巻き込まれているんだけど。うわー、巻き込まないでー。そんなこと言っても君たちが勝手に入り込んでいるんじゃないか。もうこれどうしたらいいの。パックンには悪いが、確かにマリオのスピンから火が出ているように見えるぜ。クッパ様もパックンを後ろに隠して自分の炎の火力を上げているように見せるからね。あれはずるいよねー。お前が言うか。あ、さすがにパックンの量が多くてダメージ食らっちまったぜ。へっへっへ、このまま倒してやる。もし僕を倒したらその時はわかっているな。ひーなんてやつだ。ひるむな、みんな。これはただの脅し、じゃなかったー。いやー、実に見事な吹っ飛ばされっぷりだったね。全員まとめてぽいね。超気持ちいいクッパの倒し方。今までいろいろな方法で倒してきたよね。まだ変わった倒し方があるのかな。よーし、今日も張り切ってクッパを倒すぞー。なんじゃこのパウの数は。やあクッパ、ごきげんよう。チップドロップだけはするね。うわぁ。た、確かにこの考えはなかったぜ。チップドロップ1回でクッパを倒せるなんて楽だったね。俺様楽に倒されるー。もう一周してくるわ。詰まってますって。これのこと、そのことじゃねえよ。一体何が詰まっているのでしょうか。水中、泳げないー。僕たちはクリボン。うわぁ、クリボンたちがどんどん出てきやがる。まだまだ来るよ仲間たち。ひぃ、ナメコがぎっしり詰まってるわ。ナメコではねえだろ。ちょっと君たち来すぎじゃない。うん、ミスったかも。とか言ってまだまだ来てんじゃねえか。これをクッパでやったら何体まで入るかな。残念だったなマリオ。マリオメーカーでコースに俺様が置ける数は3体までなんだ。
よってこんな実験はできんのだよ。が、はっはっは。冷たいわ。すんません。クッパはついつい何でも言っちゃうからねー。あ、みんないなくなっちゃった。ポイントにされたんだろ。え、あいつマグマになれたんじゃねえのか。やっぱりまだ怖いみたいだね。嫌がるってどう嫌がるんだろう。よう、マリオ、俺様たちはクッパブラザーズだ。へえ、兄弟仲良く動きが合ってるね。だろ、俺様たちは一心同体なのだ。じゃあ僕は忙しいからそろそろ行くよ。え、どこに行くんだよ。そりゃあもちろんこっち側にだよ。やめてー、行かないでー。じゃあマグマー、早まるな。よ、戻ってこい。なんだよ、いつもマグマなんて入ってるじゃん。いつも入っているから平気ってわけじゃねえんだよ。すげえ、クッパが嫌がってる。当たり前だろうが。入ってみたらまたぬるいかもしれないよ。そうそう、実際大丈夫かもしれないじゃん。そうかな。そうだよ、大丈夫大丈夫。ってことでー。へえ、カウントくらいしろー。あー、湯加減でいい感じ。そいつはよかった。嫌がることねえじゃねえか。お次はガリガリ密集地帯をくぐり抜ける半自動コースです。ガリガリくん食べたいわー。そっちのガリガリじゃねえよ。うわ、トゲとノコギリ地獄だ。普通はこんなところ通ろうと思わねえよ。はっはっは、僕にかかればなんてことないよ。なんでここにいるの。この子はこんなところにやってきたのかしら。おそらく道に迷ったんだろうね。逆にどうやってこんなところに迷い込んだんだよ。なんだかマリオがすごい余裕なんだけど、気のせい。いや気のせいじゃねえな。あははは、なんて楽しいんだろう。あははは、なんてマリオっておぞましいんだろう。ウプ主だったら敵が大量に出てくるのを避ける全自動か。こんな風に紙一重で危険地帯を走る全自動。実際に自分がやるとしたらどっちがいい。どっちも嫌だよ絶対嫌。ああ、爽快だった。爽快爽快。サム。お次はサザエでございますの演奏コース。サザエさんを見ると明日のことを考えて暗い気持ちになるよな。学校かー。学校かー。ばっかり思うわ。わあ、ナイスホームラン。ということで以上ドンキー一家でした。どこからあのゴリラ湧いてきた。たまたまこの近くを通りかかったんだろうね。偶然すぎるだろ。本日最後のコースです。クッパに苛立ちを覚える人のためのコースか。みんな俺様に苛立たないでー。ほら、俺様ってお茶目でしょ。うるさいかな。なんだと、見てくれ、クラウンも苛立たないでーって言ってるぞ。止めてくれー。しょうがない、クラウンがかわいそうだから止めてあげよう。おいこら、そんなことしたら8000ポイントになるだろうが。めでたしめでたし。最後までご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録はお済みですか。 PC でご覧の方はこちらのボタンをクリックしてください。スマートフォン、タブレットでご覧の方はこちらからご登録よろしくお願いします。